はい、ゾンパートナーズの大森です。今日ですね。冬の時期、2月の仕事は何をするのかと。 いうよううなお話をいたしますうちの会社ね庭師でやってるんですけどあの123でてね冬の時期はあんまり仕事がなくなってるんじゃないかっていうふうな考えてるねあの方もいるんじゃないかなと思いましてこのお話をいたしますね。何のの仕事をしてるのかと、まあ、実際ね木がねあんまり伸びなくなりますんであんまりというかもう全く伸びなくなりますんでえっ、ー、と大体いい秋から春までは。なんで草も出なけりゃ、えー、枝も伸びないですし葉っぱがねどんどんあの落葉していく木とかだと伸びてる感じがなくなってきます、ね でやっぱりね仕事が定選定とかね手お手入れお庭全体のお手入れだったりねあとは伐採とかねそういうのの仕事が少しずつ減っていきますねはいでまあ実際ね減るんですけどこちらですね一番上です、えー、と公共メインの会社っていうのはですねあんまり作業自体はですね変化がないですねはい、まあ、1年通して1年契約でいくらでやってくださいねっていうような感じで公共ってありますんで,でそれ取っちゃえばねぐる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 同じ ところをね草刈りやってこの時期にやってこの時期にやってっていう風にしてまあ1月2月っていうところでスライドさせてねあのー、仕事できますんであとはですねタイミングによってあの入札っていうのは新しいのどんどん出てきますんでそれね取れればあ1月でも2月でも繁忙期であるという風になりますねなんで公共をやってるような会社さんでしたら就職する時にもあまり心配する必要はないと。 いう風になってますで普通ね他の公共やっててもやってなくてもですねちょっと大きめのお手入れマンションとかのお手入れはこの時期にやってるっていうような会社さんもあの多くありますねまあお大きめのねあの個人のお庭だと結構ねあの春正月を迎えるのにあの綺麗にしてくださいっていうようなのが多くて年末12月ぐらいまでが一番繁忙期っていうふうになるんですけど、ね、そうじゃない、えーまあ、集合住宅のようなところだとあの、ね、気にする方気にしない方あいらっしゃいます。ねでも管理してる方は、ね まあどっちでもいいよっていうような感じの方が結構多いんでまあねあのマンションとか大きめの現場とかはねあと工場とかですかねそういうところの手入れとかは閑散期にやったりしますね。まあ、実際ね今冬の時期換算機になってます あとはですね造園、えー、工事とかはですね、えー、とこの時期に、えー、流ししてやったりします、ね、砂利敷きだったり竹垣だったり、まあ、芝張りとかはね2月とかにはやったりしないんですけど、まあ、3月ぐらいからねじわじわやれるようにちょっと段取り組んでねあとは、えー、と植栽木をこう植えたりとかそういうのもね2月にはやらないんですけどお準備しとくと3月4月。 一気にもすぐね。できるように準備しとく段取りしとくというような作業がありますね。まあ、あらかじめね。あの、引っこ抜いて植えるとかだったら引っこ抜くのはじゃあこの時期にやります。じゃあ植えるのは春になる。少し前ぐらいに植えますんで。でっていうような感じでやったりします。はい、なんで12。3の間にえっ、ー、と c5 ぐらいでやるべき仕事の半分ぐらいやっとくっていうような感じですかね。まあ例えばね。あの芝あ芝張りとかだとえっ、ー、と芝をこう。 春のに草が生えてこないんで除土をですね土壌改良をしてで、まあ、砂利を取ったりとか、えー、整地、えー、と土をですね地面に平らにならしたりするっていうのを先にやっときます。で春になったらすぐ芝だけを張っていくっていう作業で、えー、と合わせて、えー、やると。 いうような感じですねイメージとしてはまあそれのね段取りの作業砂利時期とかだったら関係ないんでまあすぐねやっちゃうというような感じです竹垣も違う動画でお話ししてるんですけれどもあの冬の時期 がですね一番いい季節になりますので竹垣とかはすぐにやりますはい。なんで造園工事もこの時期にだいたい集中させている会社さんが多いような感じですねあとはですね社員旅行研修旅行のような感じのところですね行く会社さんもこの大体この時期に行きますねうちの会社も2月に行きます<笑><笑>まあね仕事がねあの繁忙期の時に行ってもしょうがないと思いますんでまあ、ある程度閑散期の時にあの社員研修 旅、ね、旅行行行う感じですすね社員旅行に行きますであとはですね、えー、免許の取得の補助をしている会社さんもたくさんありますこの時期に大体取るような感じでね取りに行ってくださいねまあ3日連続で行きますんで繁忙期だったらねやっぱ3日連続でいなくなっちゃったら結構困っちゃいますんで、まあ、この時期ね少しちょっと余裕をあけて、えー、免許を取りに行く日にちを空けといたんで行ってきてくださいというような感じで免許の取得をですね ああのしててももらうっていうっい会社さんもありますでますで宇宙はですねあの庭師でやってますで社長がででですすね計画的であれば心配ない宇宙、はい、の会社ですね今3年ぐらいやってるんですけど平成31年令和元年の年ですね1月2月3月とてもひどい結果になりましたねただやっぱり社員をですねあの従業員を休ませるっていうことはできませんのでまあ赤字になりながらもいろんな仕事を作ってやってもらったりしましたまあ その会社がねいいかどうかっていうとまたちょっとどうなのかなって仕事取れない社長はどうなのかなって僕も僕自身も思いましたんで <laughs> ねやっぱりしっかりね仕事がある会社に行った方がいいと思いますんで僕もねただ平成30年去年一昨年はですね仕事がかなりありましたで去年はなかったですで今年令和2年今年はかなりあります <laughs> はいなんでは去年のね昨年度の反省を踏まえて 今年も頑張っていろいろやっていくという,いうような感じになりますね。で一番やっぱぱりりりですすねね仕事が少なくななくるのはやっっ月になります、ね、っていうのも、えー、12月年末にですね仕事がこう入りきらなかった分っていうのが1月にやっぱりこうどんどん流れていって1月はやっぱりある程度お仕事がやっぱり庭師さんの会社とかでもあるような感じですね。で1月にやっぱりご連絡いただかないと2月の作業っていうのはなかなかできませんので2月にね仕事がちょっと減ってしまうというふうな感じになります。で3月4月になる なると、先ほど言ってた造園、えー、工事っていうのは本格的にねどんどんやっていく時期になりますんで3月4月ぐらいからバーンと忙しくなるとでその後やっぱり木が伸びて、えー、草が生えて、えー、消毒もしないといけない虫だったり害虫っていうのが出てきますんでどん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 その時はずっと忙しいというふうになりますね。はい ちょっと雑なんですけどまあ、あの仕事の忙しさのグラフを今書いてみましたね1月はだいたいたまあね12月の流れがありますんでまあ、50%60% ぐらいで2月はもうやっぱり一気に落ち込みますねでそこからどんどん上がってってでちょっとね秋ぐらいでこう谷間ができたりする会社さんもありますね、まあ、夏の余韻で少しね休んだりして8月9月ぐらいですかね、はい、であとは年末にかけてバーっと忙しくなっていくというような感じですはい。 今日はですね、2月冬の時期に植木屋さんはどのように仕事をしているのかというお話です。あとはですね肥料巻きだったりっていうのをやってる植木屋さんもありますね中には、はい。まあ仕事があればいいんじゃないかなと。 思います <laughs> で求人とかでもねたいあの1年通して仕事がなくならないですっていうようなのがねあのたい文句で言ってる造園業者さんたくさんありますそういうところでね働いた方が安心してあの安定的に働けると思いますんでそういうところを探してね就職し,た、えー、就職したり修行したりした方がいいと思いますやっぱりね何もなくてお休みですっていう会社はねちょっと社長にもうちょっと頑張ってもらわないといけないと思いますねうちの会社があー去年はそうでしたんで。 頑張りましたんで、今年はなんとか乗り切れそうですね。はいまあ、冬の時期は社長が計画的であれば心配ないという感じです。